皆さんこんにちは、プティモンキレンチの時間です。シェイプレイヤー入門第7回はシェイプレイヤーの中にあるトランスフォームについてです。シェイプレイヤーを使うにあたりこう思ったことはないでしょうか。なぜトランスフォームが2つも存在し1ボロパティは3つもあるのか、その理由とそれぞれがどういう役割を持っているのかを紹介します。では早速行ってみましょう。説明用にコンポジションの中に楕円形を作成しました。ではシェイプレイヤーを開き、コンテンツ内の楕円形を開きます。さらにトランスフォーム楕円形1と一番下にあるトランスフォームも展開しておきます。プロパティを見てみましょう。1という項目が3つあります。なぜ3つもあるのか、初めて間もないとそれぞれどう使い分ければいいのかがわかりません。各項目に特徴があるのでまとめてみました。このようにそれぞれにできることとできないことがあり、どういう役割を持っているかで得手不得手が存在します。間違ったプロパティで編集すると意図しない結果になることもあります。役割を理解して適切なプロパティを扱えるようにしていきましょう。ではまず一番上、楕円形パスの中にある1プロパティを見ていきます。この1はこんな特徴を持っています。1を動かしてもアンカーポイントはついてこない、次元分割ができない、1をアニメーションさせた際に動きの軌道を確認できない、コンポジション内での編集ができない。こう見ただけではいい点がないように思えますが、一つずつ見ていきましょう。一つ目、アンカーポイントがついてこないとはどういうことなのか見てみます。楕円形パス1の中にある1プロパティの値をドラッグして数値を変えてみます。図形を上に移動させました。図形は移動したのですが、アンカーポイントは画面の中央に残っていることが確認できます。楕円形パスの中にある位置は、レイヤーのアンカーポイントとトランスフォーム楕円形1の中にあるアンカーポイントを無視して移動させることができます。なのでアンカーポイントが図形の中心になくても成立するアニメーションや、ずれていることによって効果的に働くようなアニメーションに使うことができます。例えばこういったアニメーションはどうでしょうか。図形が画面の中心を起点にぐるっと一回転して元の位置に戻るというようなアニメーションです。これをどう再現しますか？普通に作るとすると、レイヤーの位置を動かしてキーフレームを打ち、回転するような軌道を描いてまたキーを打ち、といった感じで、いくつかキーフレームを打つ必要があったり、綺麗な円の軌道を描くのも少し大変そうな印象を受けます。しかし、これは動きを分解することで非常に簡単に作成することができます。このアニメーションは2つの動きに分解することができます。上下の移動と回転の2つです。まず、上下の動きをつけてあげます。楕円形パスの中にある1プロパティでアニメーションさせます。後ほど画面中央を起点に回転させたいので、アンカーポイントに影響を与えないように、楕円形パスの中にある1プロパティを使用していきます。上に飛び上がって中心に戻ってくる動きができたら、楕円形1のトランスフォームの回転を使って一回転させるようにアニメーションさせます。アンカーポイントが中心に残っているので、画面中央を起点に図形が回転してくれます。パッと見、いくつもキーを打って動きの軌道を作成しなければいけないようなアニメーションも、動きを分解することで簡単に作成できるようになります。アンカーポイントがついてこないことで役立つケースがあるということが分かってもらえたでしょうか。では2つ目の特徴も見ていきましょう。楕円形パスの位置は次元分割ができません。つまり値グラフでの編集ができないので、速度グラフを使用する必要があります。次に3つ目。位置をアニメーションさせた際に動きの軌道を確認できない。楕円形パスの中にある位置を使ってアニメーションさせても動きの軌道を確認することができません。レイヤーの位置を動かした時のように軌道を編集することができないので、
複雑なアニメーションを作ることが難しいと言えます。では4つ目、コンポジション内での編集ができない。コンポ内にあるシェイプをドラッグして動かすことができないということです。実際に試してみましょう。選択ツールになっていることを確認してください。選択ツールのショートカットキーは V です。レイヤーのコンテンツ内にある楕円形1を選択するか、コンポ内で図形をダブルクリックしてください。すると、レイヤーの中にある楕円形のシェイプを選択することができます。ドラッグして適当に位置を動かしてみましょう。図形は移動させることができましたが、楕円形パスの位置を見てみると、数値が変動していないことがわかります。コンポ内でドラッグして動かしているのは、トランスフォーム楕円形1の中にある1プロパティになっています。動かして確認してみると、トランスフォーム楕円形の1プロパティが変動していることが確認できます。このように楕円形パスの位置は、コンポ内でドラッグして編集することができませんので、アニメーションさせる際には注意が必要です。では、この流れでトランスフォーム楕円形1の特徴を見ていきましょう。次元分割ができない。コンポ内での編集ができる。位置をアニメーションさせた際に動きの軌道を確認できない。レイヤーのアンカーポイントとは別に独自のアンカーポイントを持っている。複数の図形管理に向いている。一つ目。ここは先ほどの楕円形パスの中にある位置と同じです。次元分割ができません。値グラフ派の人もおとなしく速度グラフを使用しましょう。次に、二つ目と三つ目。先ほども試しましたが、この位置はコンポ内での編集が数値に反映されます。ただし、キーフレームを追ってアニメーションさせる際に、動いた軌道は表示されません。楕円形パスの中にある1プロパティ同様に、複雑なアニメーションには不向きと言えます。では四つ目。レイヤーのアンカーポイントとは別に独自のアンカーポイントを持っている。レイヤーとは別に図形にアンカーポイントがあるので、スケールや回転など起点の場所が重要になるプロパティを動かしたい時に重宝します。現在、レイヤーのアンカーポイントは画面の中心にあります。図形のアンカーポイントもパッと見では画面の中心にありますが、正確に言うとレイヤーの真ん中ではなく、図形の真ん中に配置されています。なので、図形をドラッグして動かしてみても、図形の中心にしっかりアンカーポイントがついていきます。レイヤーのアンカーポイントとは別に図形のアンカーポイントがあるおかげで、複数の図形があったとしても、図形を中心としたスケールや回転を行うことができます。例えば、レイヤーのトランスフォームのスケールで大きさを変えるとすると、レイヤーのアンカーポイントを起点にするので、図形を中心とした動きではなくなります。どこを起点にして動かさなければいけないのかを考えて、どのトランスフォームを使うかを決める必要があります。難しく聞こえるかもしれませんが、実際のところは非常にシンプルで、図形を起点として動かしたい場合は、トランスフォーム楕円形1を使い、レイヤー全体を動かしたい場合には、レイヤーのトランスフォームを使うといった感じです。この話は5つ目の特徴にもつながってきます。シェイプレイヤーは、レイヤーの中に複数の図形を作ることができます。複数の図形、それぞれにトランスフォームができるため、管理がしやすくなっています。では、試しに、コンテンツ内の楕円形1を選択して、コントロール D で複製してみましょう。複製した楕円形2を開いてみましょう。ここにもまたトランスフォームが出てきました。このトランスフォームは楕円形2を動かすためのトランスフォームです。では、楕円形2を選択して、コンポ内でドラッグして位置を変えてみます。トランスフォーム楕円形2の位置プロパティを見ると、数値が変動していることが確認できます。このように複数の図形を一つのレイヤー内で管理するために、それぞれの図形にトランスフォームが必要になるということです。複数ある図形のうち一つだけ不透明度を下げたり、スケールで小さくしたりといったことがトランスフォームが分かれているおかげで再現することができます。では最後に、レイヤーのトランスフォーム位置について見てみましょう。次元分割ができる。
コンポ内での編集が可能。アニメーションの軌跡を確認できるので、パスの編集も可能。コンテンツ内にあるすべてのシェイプに影響を及ぼす。といった感じです。レイヤーのトランスフォームは非常にシンプルです。レイヤー内にあるコンテンツ全体のコントロールを行う項目になります。レイヤーを動かすと、その中にある複数の図形も一緒についてきてくれます。スケールで大きさを変えるときも、全体に変更が加わります。全体のコントロールができるので、最後の調整にも便利な項目になります。位置は次元分割にも対応しているので、どうしても値グラフを使いたい場合にも重宝します。動きの軌跡も表示されるので、連続した複雑なアニメーションにも向いていると言えます。位置やトランスフォームが複数存在するので、少し複雑に見えますが、それぞれがどういう特徴があるのかを知ることで、扱い方が分かってくると思います。この辺は慣れの部分でもあると思うので、ゆっくりでいいので馴染ませていきましょう。いかがだったでしょうか？今回はシェイプレイヤーの位置やトランスフォームの考え方について見ていきました。地味で眠たくなるような内容でしたが、アニメーションさせる際には非常に重要なことだと思いますので、頭に入れてもらえると今後のアニメーション制作に役立つと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。